今年の上海のハロウィーンは、多くの民衆の仮装が当局の敏感な神経に触れ、封殺されました。今年の上海のハロウィーンで、特に注目されたのが、ダーバイの仮装です。ある者は恐竜に PCR 検査をして、当局のゼロコロナ政策を嘲笑しています。また、ある人は株価指数の下落トレンドを示すグラフを掲げ、そばにいる人は一握りのニラを持ち上げて、今の経済の不景気や、当局が民衆をニラとして扱うことを風刺しています。さらに、ウィニーザプーや皇帝を仮装する人もいます。また、台湾の蔡英文総統に扮した子供の写真がネット上で出回っています。しかし、この特定の日であっても、当局は異なる声を容赦しません。地元のネットユーザーによると、上海の警察当局がハロウィーンイベントを封鎖し、ポリスラインを張って、人々の立ち入りを禁止し、パトカーで道路を封鎖し、警察官は、許可されていない集まりは違法だと、大声で警告したといいます。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.